をお送りするのはフレンドリーマッチイタリア対アルゼンチン。実況は私田畑雄一がお送りしてまいります。さあキックオフです。左のエンドを守るのはイタリア、対しまして右にエンドを守るのはアルゼンチン。どうだ、これは完全に読まれていました。胸でトラップ、トラップ、縦に送って、前に出してファールがありました。ポットに当たった、キーパーナイスキャッチ。前方へ、長いボール、左に回す、ここからのフリーキック、イタリアクリアします。これはゴールキック、15分を経過しています。これはクリアします。胸でトラップ、回して左に回す、縦に送って、これはいけません。今のプレーはいけません。イタリアフリーキック、ホイッスルありました。キーパーしっかりキャッチ、つないで、今のプレーはいけません。上げた、ナイスセーブ。軽く出して、まもなく30分になります。アルゼンチン追加点が欲しいところ、中を見ています。センタリング、止めた。
ールがありました。これは完全に読まれていました。胸で落として、前方へ、縦に送って通りません。40分経過、前に出して、このボールは繋がりませんでした。イタリアスローイン。さあ、ロスタイムです。イタリア、後半戦始まります。ペースを探している、放り込んだ、セットだ、ナイスセーブ。これはいけません。イタリア、ここからのフリーキック、前方へ落として、繋いで、シュート、キーパーしっかりキャッチ。どうだ、前方へ、見ています。センタリング、ヘッドは左に逸れた。ゴールキックに変わります。うまくトラップ落として、軽く出して、チャンスを伺っています。左に送って上げた、流れました。タッチライン終わりました。アルゼンチンスローイン、前にフィード、なんとかクリア。前へ、15分を経過しています。笛はありません。回して、縦に送って、前へ、
ファールがありました。ポストに当たった。イタリアクリアします。放り込んだ。あーっていった。これはゴールキック。縦に送って、右へ、右へ出した。シュート。キーパーナイスキャッチ。トラップ。まもなく30分になります。アルゼンチン追加点が欲しいところ。前へ、おっとファールです。イタリアフリーキック。止めた。審判流しました。右へ、ホイッスルありました。これは完全に追われていました。左へ、スペースを探している。センタリング。アルゼンチンなんとかクリア。軽く出して、さあ折り返せるか。上げた。ボレーシュート。パンチング。アルゼンチン腹を折ってクリア。前方へ、さあロスタイムです。つないで、前へ、これはいけません。キーパーしっかりキャッチ。軽く出して、あーっと、ここで試合終了の笛。イタリア敗れました。